どうも、しまです。今回は6月に買ってよかったキャンプギア5点紹介していきたいと思います。前回の5月ではシングル類や UL 関係のものを紹介させていただいたので、今回6月では小物類の買ってよかったもの5点を紹介させていただきたいと思います。ちなみに今回はキャンプ動画のコメントなんかでこれ教えてほしいですって言われてたものも入れてますので、一部前々から使ってるギアも含まれますが、そこはご了承ください。それでは早速6月に買ってよかったキャンプギア5点紹介していきましょう。まずは1点目、ウイスキーセットです。いきなり単品じゃなくて申し訳ないですが、いわゆるキャンプでウイスキーを最大限楽しめるセットですね。セット内容としてはロックグラス、メジャーカップ、マドラー、ウイスキーです。あとはお好みで氷やウイスキーを割るための炭酸水、ジュースなんかですね。僕はウイスキーをストレートやロックで飲めるほどお酒が強くないので、いつもはハイボールにして飲んでいます。いや、これ本当におすすめで、コスパいい、作るの楽しい、焚き火との相性いい、美味しい、取れ高最高って、キャンプで酔いしれるための条件がめちゃくちゃ揃ってるんですよね。まずはコスパについて、ウイスキーってアルコール度数 40% もあるので、ウイスキーをロックやストレートで飲むアルコールお化けの人じゃない限り、確実に水や炭酸水で割って飲みます。ウイスキーを炭酸水で割るとハイボールになるので、基本的にハイボールで飲む人が多いかと思います。で、ハイボールの黄金比は1対4と言われていて、こういったウイスキーカクテルを作る際の1っていうのはワンショットと言われ、基本的に 30ml です。つまりハイボール1杯作るために必要なウイスキーは 30ml だけなんですね。 30ml っていうと、このメジャーカップのこれだけです。こういったウイスキーの小瓶でもだいたい 200ml 入っているので、この1瓶500円もしない小瓶1つでハイボール 6.6 杯分を楽しめるという計算になります。そう考えるとめちゃくちゃコスパいいですし、この1瓶がハイボール6缶分になるって考えると UL 化にもなるし、めちゃくちゃいいと思いませんか？ちなみにアルコール度数 40% のウイスキー 30ml を1対4で割るとアルコール度数は約 8% となります。僕みたいにお酒が強くない人であれば、ウイスキーを半分の 15ml にして割ってやると約 4.5% になるのでおすすめです。 15ml で飲めば1瓶で13杯相当を楽しむことができます。そして炭酸水じゃなくて、ウイスキー 15ml にレモン汁 15ml、 ジンジャーエール 120ml でジンジャーハイボールにすると、とんでもなく美味しいカクテルができるので、騙されたと思ってぜひ1回作ってみてください。とコスパについて喋りすぎましたが、その他のおすすめポイントとしては、作るのが楽しいです。このメジャーカップ1個使ってマドラーで混ぜるだけで、バーテンダーの気分が味わえます。作ってる感が普段のキャンプじゃ味わえない角度で自分に酔えるので楽しいですよ。なんじゃそりゃって思うかもしれないんですけど、雰囲気作りとかその場の空気に酔うっていうのはキャンプを楽しむ上で結構大切なことだと思ってますので、ぜひぜひ一度試してみてください。そして最後は焚き火との相性が抜群ですね。これはもう百聞は一見しかずなので、これを見てください。焚き火で輝くウイスキー最高じゃないですか。ガラス製品とか瓶って焚き火とめちゃくちゃ相性がいいと思うんですよね。取れ高最高なんです。僕はこれからも焚き火かけるウイスキーを推していきたいと思っているので、共感をしてくれた方はぜひグッドボタンお願いします。ということで、1点目はキャンプと焚き火を最大限に楽しむためのウイスキーセットの紹介でした。続いて2点目、ビティビッグ Q の 4-in-1 コンパクトグリルです。変形するタイプのコンパクトグリルで、グリル、ごとく、ロストル、ミニテーブルと1つで何役もこなす便利ギアとなっています。広げた時の大きさは幅 40cm、 奥行き 15cm と使いやすいサイズ感で、さらに奥行きを拡張するギミックがあり、幅 40cm、 奥行き 24cm まで広げることができます。またこのギアのいいところは、3段階調整のできる足がついていて、足を展開することで自立して使用することができる点です。足は1段目で 9cm、 2段目で 15cm、 3段目で 22cm と高さ調節が可能で、火加減や焚き火台に合った高さに調整することが可能となっています。これに関しては直火で焚き火をする機会がある人にお勧めしたいと思います。というのも、このギアって多分直火で使用されることを想定して作られていると思うんですよね。焚き火台って基本的に五徳や網が置けるような設計になっていますし、なんなら100均の網とかを焚き火台の上に置いてしまえば、
このグリルと同じような使い方はできると思いますので、あえてこのグリルを買う必要はないかなと思います。なので直火や五徳が置けない焚き火台を使っている人を前提として紹介させてもらいます。で、このギアなんですが、僕は非常に気に入っています。僕の場合、直火も焚き火台も両方使うのでかなり便利です。まず直火に関しては、自立するロストル、これがめちゃくちゃ素晴らしい。実は僕、直火用のロストル一つ持ち歩いているんです。これもお気に入りなんですが、基本的にロストルって足がついていないので石や薪などを積んで使用するんですね。ただこれって高さ調節が非常に難しいんです。焚き火って高さが火加減に直結するので、これが結構大変なんです。でもこのビティビッグ Q は足があって、さらに3段階調整できるので高さ調節が簡単でめちゃくちゃ便利だと思いました。あと焚き火台使用時でも実は結構便利で、幅40センチ、奥行き15センチ、最大奥行き24センチになるので、大体のソロ用焚き火台の五徳置きのサイズにフィットします。僕は今ピコグリルの偽物のエセグリルを使っていますが、これにはジャストフィットして五徳として大活躍してくれました。物珍しさと男心をくすぐる変形ギミックもロマンがあって、僕は結構好きなポイントです。シンプルで活躍の場が多く、シンプルがゆえにかゆいところに手が届く素晴らしいギアだと思います。ご興味があればぜひ一度チェックしてみてください。続きまして3点目、オレゴニアキャンパーのクーラーキューブ15です。3つの形状に変形できる 3way のソフトクーラーバッグです。容量は14リットルでソロ用といった感じですね。フルフラット形状、底マッチ形状、キューブ形状の3パターンで使用可能で、フルフラット時は2リットルのペットボトル4本と保冷剤が2個入る容量があります。これに関しては見た目とサイズ感、価格面で非常に気に入っています。一番はサイズ感ですね。僕は今サーモスの5リットルと20リットルのソフトクーラーバッグを持っているんですが、ソロキャンプしてて思うのは、5リットルでは少し小さくて20リットルでは大きすぎるんですよね。15リットルくらいあると安心だけど、ソロには正直大きいかなと決めかねていた時に見つけたのがこの 3way のソフトクーラーバッグでした。このソフトクーラーは 3way の性質上、フルフラット、底待ち、キューブ型と変形に伴って容量も減っていきます。一見マイナスポイントに感じますが、僕はこれが結構いいなと思っています。ソロキャンプの時は7から10リットルぐらいで足りるんですが、2人以上のキャンプの時って少し食材が増えたりして15リットルぐらい欲しくなる時ってあるじゃないですか。その度にクーラーバッグを変えて持って行ってっていうのがすごく面倒くさかったんですけども、このソフトクーラーは先ほども言った通り形状によって容量が変わってくれます。大体ですが、一番小さいキューブ型の時は7から10リットルぐらい、一番大きいフルフラットの時は14リットルになってくれます。すごくサイズ感がちょうどいいんです。個人的にはこのキューブ型の角張った感じが結構好きで、色も明るすぎないカーキ色がキャンプにも馴染んでいいですよね。保冷力に関してはまだキャンプに一度しか持って行っていませんが、僕の持っている20リットルのサーモスのクーラーバッグよりは長持ちしたなという感覚でした。感覚的には夏のキャンプでも翌日の朝までは多少は氷が残っているくらいといった保冷力ですね。1泊2日のキャンプぐらいであれば4シーズン全然問題なく使用できるぐらいだと思ってもらえばいいかと思います。ただしクーラーボックスと比べると保冷力は劣りますので、その点はご注意ください。とはいえ、サイズ感、価格、見た目、全てにおいてソロキャンプにちょうどいいソフトクーラーだと思います。僕と似た用途でソフトクーラーを探している方がいればぜひ一度チェックしてみてください。お次は4点目、スモーキーカクテルセットです。こちらは燻製ウイスキーを僕の動画で見て気になるといったコメントを何件かいただけたので紹介させていただきます。これはその名の通り、ウイスキーやカクテルなどをスモーキー、燻製するための道具です。使用方法は至ってシンプルで、このキノコ型の専用器具の中に茶こしのような網があるので、ここに好きなウッドチップを入れてバーナーで炙るだけです。そうすると先端の小さな穴から煙がもくもくと出てくるので、あとはウイスキーに香りが移るように軽く振ってやれば出来上がりです。こんなので燻製が本当にできるの？って思うかもしれないんですけども、これが思った以上にしっかりと燻製の香りが移って、かなり味わい深いウイスキーが出来上がります。ハイボールにしたとしても燻製の香りが鼻を抜けるのが分かるくらいにはしっかりと香りがつきますので、ハイボール派の人にもおすすめできる一品です。
煙がもくもくと出てくるのを見てるだけでも楽しいですし、燻製が好きな人にとってはハマる飲み方になると思います。いつもとちょっと気分を変えて大人なウイスキーを飲みたい時になんかいかがでしょうか。最後の5点目、ソーヤーのポケット浄水器ソーヤーミニです。これは結構有名なので知っている方も多いんじゃないでしょうか。簡単に説明すると手のひらサイズの簡易浄水器ですね。これを使えば川の水が飲めるようになります。ソーヤーの浄水フィルターは高度な人造ろ過技術を応用して開発されていて、有害な病原菌の除去率は驚異の 99.9999% のこと。このコンパクトさとは裏腹にものすごい高性能な浄水器ってことですね。実際に使ってもみましたが、性能については正直なところよくわからなかったです。確かにろ過されて出てくる水は綺麗になってるんですけども、病原菌とか微生物レベルになると全然わからん。でもお腹を壊してないので多分効果ありです。とはいえ使い勝手としてはペットボトルの口に取り付けが可能、ポケットに入るコンパクトさ、フィルターは交換不要で楽々ととてもいいですし、もしもの時のために一つ持っておくと絶対に便利というのは間違いありませんので、個人的には買ってよかったギアの一つとなります。極論ですが、これ一個持っていって水関係を一切持っていかないということをやればとてつもない UL 化もできそうですよね。ただし過信しすぎるのは良くないと思いますので、使用の際は水源の水質をできる限り確認して自己責任で使用することをお願いします。ちなみにこれを販売しているアウトドアショップの店員さんは、こいつで浄水したとしても一度沸騰させて煮沸消毒してから飲んだ方がいいよとは言っていました。僕自身こいつを使うときは直飲みではなく、一度沸騰させてコーヒーを飲むときなんかに使用しています。おすすめギアでありますが、使用の際はご注意をしてください。ということで6月に買ってよかったキャンプギア5点の紹介は以上となります。今回は小物関係でなくてもいいけどあると結構便利なものといった感じのものでしたが、ご興味あるものあったでしょうか。今回紹介したギアたちはどれもおすすめのギアですし、概要欄の方に全て URL 貼ってありますので、ご興味あるものあればぜひチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上となります。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。